か危ないらしいな。私が見るとしよう。いや、医療班に任せる。あなたは危険だ。ホージ博士、あの神殿で我々は何を見たんだ。科学者として迂闊なことは言えない。ただ一つはっきりしていることは、神羅は置いてきぼりということかな。意見が一致したよ。右、神羅ビル。北条博士ならクラウドを直せるかもしれない。左、6番マコーロ。ビッグスを止める。マコーロ爆破を阻止。髪が長くて銀色なの。まいったな。もう一つ教えてよ。エアリスはクラウドのことが好きなのか。うん、きっとね。そうか、それはヒューヒューだね。ヒューヒュークラウド、待てろ。もしもし、起きてください。クラウドさん、時間ありませんよ。シュ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 、起きろ。俺たちは死んだのか。星に帰っただけ。帰る途中。あ、夢ってことにしとく。私の夢の世界。何を言って。しー、諦めてついてきて。少し歩こう。あ、約束。空見ないでね。うん。空
見ない方がいいかなって。そんなことを言われたら見るだろうだよね。私こんな失敗多いんだ。先回りしちゃうの。変だぞ。やっぱり変だ。らしくない。お姉さんにはこれが似合うと思うな。やっぱりクラウドに選んでもらおうっと。全部タダだよ。でも一人一個ね。さあクラウド君がエアリスさんのために初めてプレゼントを選びます。クラウド君、どれを選ぶのでしょうか。これだ。あ、ごめんね。それ俺が気に入ってるやつなんだ。本当ごめん。代わりにこれあげる。ごめんってば。あ、これもいいな。大切にするね。なんだよ。長年のご愛顧ありがとうございました。じゃあ次は、あっち行こう。でも好きなのを持って行きな。でもね、一人一つだよ。どれにしようかな。俺はこれだ。じゃあ私はこれ。あ、いいよ。ああそうだ、それもいいけど新作があるんだよ。試してみておくれ。新作？いただいちゃおう。ああ、さあ召し上がれ。あ、うん、
まずい。最後だと思って冒険してみたんだけどね。やっぱりダメか。もう少し甘いといいかも。それよりもこの嫌な刺激は何だ。こりゃ前途多難だね。でも時間はなさそうだ。北条に会わせてくれって言っただけだろ。なんでこうなるんだよ。ま、どうせ世界は終わるんだよな。そう思えば何でもできる。こんな辺境にいたのか。消失を受け入れた世界は。エアリス、あれは何だろう。ん、行ってみる。ただ消え去るのみ。ごめん、あと1枚だけなんだ。俺たちを撮ってください。私たちお願いします。一生写真がないんですよ。私たちもありません。困ったな。じゃあみんなでポーズ決めたよ。一番雰囲気のいいカップルを撮る。最後のベストカップルは。ビッグス、待ってろ。魔鋼がもうゼロに近い。魔鋼炉は稼働しているのに魔鋼は上がってこない。つまりライフストリームがすっからかん。俺たちがどうあがこうと世界は終わるってこと。ああもう危ない。今ので終わり。実験でビビって本番でしくじっちまった。なんで俺が残ったんだ。なんで俺が選ばれた。見たよな、俺は一人じゃ何にもできないのに。そんなこと言うなよ。やっぱり俺は選ばれたんじゃない。置いていかれたんだ。そんなこと言うなって。俺を見ろよ。俺はお前を選んだ。だからここにいる。ありがとうな。でもなんで。そりゃあな。ま、魔鋼炉が爆発したら大変だからな。いくら世界が終わるからって放ってはおけない。それもあるけど、まずあんたが心配だった。嘘くさい、いいやつすぎるわ。いや、そうか。俺は何かしたかった。選びたかった。何でもいいんだ。選んだら道ができて、選んだら新しい世界が広がる。
俺の人生を取り戻したい。おい、ビックス。ビクス！これって死ぬよな。もしかして運命ってやつか。運命ってなんだよ。誰が決めてんだよ。俺が決める。俺が選ぶ。どうして俺たちじゃないんだ。なんだろうね。カップル間の欠如。お姉さん泣きそうだし。そんなことありませんけど。仲良くしなくちゃダメだよ。じゃ。残念。じゃあ次は。その前にちゃんと話してくれ。様子がおかしい。街もエアリスも。何か知ってるんだよな。じゃあ思い出の場所行く。どこだ。聞きますか。ああ私の好きな場所。これもう大ヒント。クラウド、ビックス、エアリス。簡単に選べるかっての。セフィラス。おい、何お前ではダメだ。セフィロス、あんただったのか。なんで終われるか。俺はあそこへ行く。行くぞ。思い出の場所はここだ。正解。簡単すぎる。思い出少ないからね。これから作ればいい。それ本心？仲間だからな。あ、そうだね。クラウドの気持ち聞けてよかった。私はクラウドが好き。
いろいろあるよね。この好きはどの好きなんだろう。エアリス、変だぞ。今日はずっと変だ。失礼します。クラウド、ありがとう。ううん、なんでもない。これ、持ってて。大切なものなんだろ。このマテリアがきっと世界を救う。さよなら、クラウド。これは。クラウド、これが世界の姿だ。運命の壁が壊れるとき、新たな世界が生まれる。星には幾層もの世界があり、生み出された世界はあるものは続き、あるものはすぐに消える。仮に長く続いてもいつか消える。だが悲しむことはない。消えた世界はただ星に帰るだけ。そして星の命をつなぐのだ。命は星を巡る。だが星が消えればそれも終わりだ。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。世界はリユニオンする。我々の世界に
ユニオンするのだ。リユニオン。物を持ち込んだのか。罰が必要だな。また会えたね。無事だったんだな。セフィロスがいるんだ。近くにいて俺たちを見ている。うん、でもクラウドは自分のことだけ考えて。俺は大丈夫だ。自分を見つけて、自分のことだけ考えて。え？セフィロスのこと私に任せて。セフィロスは黒マテリア使うはず。止められるのは私だけ。セトラだけなの。エアリス、エアリス、エアリス、待ってくれ。
ャーリス。大丈夫だ。魔鋼中毒だか劣化だかが行くだけ行っちまったと思ったぜ。世話をかけたな。礼は後でたっぷりしてもらうとして、まずはエアリスだ。この森を越えたところに大昔の都があって、そこにはセトラの祭壇があるんだって。エアリスはそこへ行くつもりなんだ。クロマテリアはセフィロスに奪われたんでしょ。使われたらこの星は大変なことになる。それをセトラは防ぐことができるって言ってた。都はどこだ。エアリスしか知らないよ。霧が濃くてはぐれちゃって一人で行かせちゃった。急いだ方がいいな。あっちだ。やけに自信たっぷりじゃねえか。運命の導きだ。ねえクロード、エアリスから聞いたよ。古代種の神殿でセフィロスギッタギタにやられたんだって。いや、そんなことはなかったはずだ。あら、じゃあクロマテリアはなんで渡したの。それは今さらカッコつけなくていいんじゃないの。そうだな、ギッタギタにやられて取られたがすまなかった。私も応援に行けなくてごめんよ。お前ずっと夢でも見てたのか。寝たまんま目玉だけ動いてたぜ。夢とは違うと思う。何か見てたのは当たりか。ああ、別の世界にいた。この星には世界がいくつもあるらしい。そうか。うまく説明できそうにないけどな。ああ、俺も今は聞きたくねえ。クラウド、この霧普通じゃないよね。ああ、時々フィーラーに見えないかい。見える。フィーラーは運命の番人。じゃあエアリスとはぐれて迷うことがオイラたちの運命ってことかな。さあな。オイラ不安だよ。クラウド、あのね、具合が悪くなったり変な考えが頭に浮かんだらすぐに私たちに話してね。変な考えって。例えば私が偽物だと思うとか。悪かった。あ、悪いと思わずに相談してほしいの。私でも他の誰かでも。ああ、そうする。クラウドさん、皆さんには謝ったんですけど、クラウドさんにはまだやったと思いまして、ゴールドソーサーでのことをえらいすいません。キーストーンは危険な代物やって、シンラに先に渡した方がいい思いましたんや。もういい、忘れる。なあ、お気に。クラウドさんは寛大ですな。いや、お前のしたことをどうこう考える余裕がないんだ。そうですか。でもそういうことでしたらサポートは僕にお任せを。
かつて古代種が集い祈りを捧げたというバスラルル都。この目で見られるとはな。ここが、そう？ああ、そうか。うん、きっとここが正解。町の名前はバスラルル都。そう呼ばれるセトラの都があるってじっちゃんに聞いたことがあるよ。絶対祭壇もあるよね。雰囲気バッチリ。よし、エアリスを探そうぜ。ミイラーかよ。また随分邪魔してくれるじゃねえか。このフィーラー。ああ、黒いやつは運命の番人なんかじゃない。これはセフィロスの手先だ。早く来い、クラウド。なんだよこれって。エアリス、祈るがいい。リユニオン、世界は交わり融合する。怒りと悲しみは増幅し星の力となるのだ。
きました。削り取ってやる。あばよ。
どうか力を貸してください。もうセトラは私しかいません。それなのに祈りの言葉も知りません。みんなが好きなんです。だから守りたい。望みはそれだけです。セトラたちを教えてください。ミアリス！悲しむな。怒るふりもやめろ。クラウドは大丈夫。エアリス。
始まるぞ。あらゆる情を乗せた世界が混ざり合うんだ。負の感情は強い。ちっぽけな喜びなど飲み込んでしまい、そればかりか怒り、悲しみ、憎悪に変える。強い波動だろう。待ってろ。負けないから。当然だ。
並み入りね。見てて。シュシュッ。私も、そんな暇なかったよね。お手本見せたよ。
下がっていろ。連携しよう。
どこまで行っても真っ白け。おーい！どういう状況？でも会えてよかった。まあ少し憎たらしいけどね。Thank you.
フィロス。気負いすぎるザックス
下がっていろ。しまった。ここから。連携しよう。やった。はい、やってやる。やれ、頼んだぞ。よっ、楽しもうか。you
当てる。ほら。
ただき、はい、翼を上げて、はい、お邪魔だ、はい、暴れてお手本見せてくれ。これだ。
Yeah!
まだ行けっか？この。まだまだ。
任せていいか。ガツンと頼むぜ。何を言うか。そっちか。どうだ。どうだ。頑張るね。私に任せて。どう？交代。
下がって。狙う。私の出番。そこから狙える。どう？彼は。うん。連携しろ。
まだ笑ってる。まだ終わってないもの。
やった。さようなら。行ってきます。エアリス、起きてくれ。もう十分だ。離れようぜ。ああ、そうだな。ティファ、行こう。
あんたはすごいな。俺か？なわけねえか。で、スフール総督を知らないか？大事な会見をすっぽかされてな。俺は大恥をかかされた。あんな貧相なセットに総督は立たない。なるほどな。お坊ちゃま育ちはめんどくせえや。しかしまあ効果はあった。阪神らの戦士が今にも動き出すぞ。なあグレン、戦争は俺をセフィロスから引き離すためのおもちゃか？さすがにバレるよな。だが準備は整いっさ。我々の約束の品にバレるんだ。よかったな、父親の絵。俺が欲しいのは本物だ。分相応って言うじゃねえか。夢。いや、夢じゃないか。うん、夢なもんか。世界は交わり、また分かれる。そしてまた交わる。どうだ。
ナイス。で、エアリスは結局何をしたんだ？テリオ、リユニオン。さあ、乗った乗った。ああ、今行く。空を見るな。あ？なこと言われたら見るだろう。見てもいいけど気にするな。なんもねえぞ。あれは幻、幻想だ。さあ北へ行こう。セフィロスを倒すんだ。北？俺にはあいつがわかる。ソルジャー同士だからな。頼むし。いいだろう。お前にかけるぜ。俺たちの大事なもん、一切合切だ。かなり重いから覚悟しろよ。何をつぶって？あんまり重いのは捨てるからな。心配するな、俺が拾ってやる。行ってらっしゃい。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？ここセトラの場所だからね。そうか。でももし何かあったら、のろしあげちゃう。わかった、見逃さない。私いっぱい祈ってメテオを食い止める。だからクラウドも頑張って。ああ、急いでセフィロスを探し出して倒す。
Thank you.